今日も全力ぶちぎり、マキピラ君とピアでございます。はい、コラボスターターパック、ゼイツ&イノスケは買うべきか。ということで、モンスターストライクの鬼滅の刃コラボ第2弾でのコラボスターターパック、鬼殺大使、吾妻善逸&橋平伊之助、これを買うべきかということでね、まあ、迷われてる方もいると思いますし、まあ、絶対に買うってね、もう決めてる人もね、結構いると思います。多いと思うな。今回は多分そのケース多いんじゃねえかなとは思ってるんだけど、だからあのキャラの性能とどこで使えるのか、ストライクショットの詳細、などなど調べたことを皆さんにお伝えしたいと思います。全力はい、じゃあコラボスタートアップパックの内容いきましょう。はい、販売期間の方が2022年3月の15日火曜日、はい、要はあのコラボ始まった期間、はい、始まった瞬間買えるんだよね。そうだね。で4月の2日の土曜日の11時59分まで、はい、となっております。価格は980円。うん、はい、内容の方がですね、鬼殺大使、吾妻善逸、橋平伊之助のキャラクターと、はい、エラベルベル、スタミナミン、重心玉、重流玉、重心流、各属性極物などになります。はい、など、はしょられた。最後言いましょう。そしてこのキャラクターですね、コラボ期間中、本来のラックにプラス99分のラックボーナスがプラスされた状態ということで、まあ、要は運極状態、そうだね、運極扱いになります。うん、はい、で、ただこちらね、期間がありまして、はい、3月15日の、12時から4月2日の11時59分まで、はい、つまりあのコラボ開催期間中は、うん、運極扱いになりますよといった形になります。うん、で、それを過ぎると、普通の落語かな、はい、うん、になります。はい、でこちら全クエストが対象になります。うん、例えば、イベントクエスト、これゴーゼスなども含みます。あと守護獣の森、追憶の書庫なども対象になっております。と、うん、いうことでキャラの性能いきましょう。はい、総合評価の方は A とさせていただきました。おお、結構評価高いね。うん、これにはねちょっと理由がある。おで、ワクワクの実は過激盛り、はい、なんだけど、おそらくねこれね激種もしくは戦型がおすすめ。はあ、っていうのも俺の中では、激種がおすすめかな。ほう、うん、これも後で喋ります。はい、で英雄の証、こちらはねちょっとね使用控えましょう。うん、ちょっと我慢しましょう。で戦型の書、これはね高難易度で使用するなら、うん、といった形になります。はい、ということで詳細、はい、アビリティ、超アンチ重力バリアなんで、はい、重力バリアに触れると一度だけスピードアップの効果があります。うん、カウンターキラー、自身にダメージを与えた同種族の敵に対してキラー効果 1.5倍。うん、そして友情、はい、超強乱騎団、こちらは属性友情で、まあ騎団の出る方向はランダムになります。うん、でニュートンとかね、双葉ちゃんとか持ってます。うん、なんだけど、これ結構やばいんだけど、カウンターキラー乗っかってくるとニュートンの火力超えるんだよ。すごいね。うん、で双葉ちゃん、ファーストキラー持ってるから、はい、っていうのもあるんだけど、まあスピード型だから、あ、うん、全然火力変わってくるね。あとはね、レベルが違う。はははは、うん、まあ、その関係で双葉ちゃんはちょっと低い。なるほどね。うん、でさらに、この善逸と伊之助なんだけど、うん、バランス型じゃん。そうだ、超バランス型にすると優位属性に対して補正入ってくる。これやべえぞ。そうだ、でもこれ使うかどうかちょっと考えもない、もったいないっていうのもちょっとあるにはあるんだけど、まあね、うん、うん、つけたらすごいよってことね。そう、つけたらすごい。うん、全敵超落雷、はい、こちらは無属性友情で全ての敵に一発の、超落雷ということで、はい、まあ、マルタが持ってる友情です。はい、でカウンターキラーが乗っかってくるとこのマルタの数値超えると、お、まあ、いった形になるんで、友情火力はかなり高いキャラクター。そうだね。うん、ただ全敵超落雷と超強乱騎団の相性って言ったら、うん、あんまり良くはない。良くないの？ランキーなんて当たったら一発で潰れるじゃん、敵大体。だから全敵超落雷の意味ってあんまあるのかなって当たらんかったやつ思っちゃった。例えばマルタとかだったら、うん、ほら貫通するプルッて拡散だみたいなさ、はいはいはい、あれがあるじゃん。はだからあれと両方合わさってあの雑魚処理とかも全部バッて溶かせるよっていうかいった形になるんだけど、うん、こいつの場合は、どちらかというとランキーで当たった敵はまず潰れると。うん、うん、だから全敵超落雷っていうのは本当に、うん、まあ当たなかったやつに対してちょっとダメージ入れるよって言った程度になるかな。あ、そっか、ちょっとだけか。そうそうそう、だからまあ相性がいいとはちょっと言えないかなと思った。うん、うん、ストライクショット、はい、こちらは16プラス4ターン、うん、最大が20ターンか。うん、自強化と狂い先で切りつけ、うん、で停止後に最初に触れた敵に神速。うん、この狂い先は
歯の部分、はい、こちらは無属性で非直下殴りになります、うん、だからねあんまり火力は期待しない方がいいと思う、うんうん、で心速こちらがね、強いかな。敵の中央を貫通する動きで水属性の直下殴り馬率が乗る、うん、そして追撃の心速はワンパン系というかゲージ飛ばしストライクショットかな、うんうん、そうやなワンパンワンパンワンパっていう感じじゃなかったね見た感じね。そうやないっぱい持ってたってイメージはあったけどうんあワンパンじゃないんやって思った。そうやなちょっとワンパンは難しいと思う、うん、でもダメージは伸びるよ、うんうん、でも正直最大20ターンやからな、うんうん、っていうところがある、はあはあ、これ注意点だけど停止位置によって弱点を拾えない可能性もある。ほう中央に向かってジャンっていくから、はあ、例えば、停止位置とその中央に結んだ線のところに、はいはい、弱点がずれとる場合、はあ、広い範囲に居るとダメージあんま伸びへんと思う、はあ、なるほどね。例えば使ってみたってニルバーナやってんか、はあ、ニルバーナって中央に弱点出るんやろ、はあ、ああいうのは絶対入るんやけど、はあ、うん、例えばアビニちゃんとか、はあ、アビニペーションとかになってくるとさ、はあ、弱点の位置っていうのがあるから、うん、なるほどね。はい、そして使えるクエスト、はい、豪絶アベニベーシャディビジョンラウトラ、うん、爆絶アバロンカナン、うん、超絶、ヒヒロカネティファレットドゥームカイなど、うん、守護獣こちらワイパーンキングクロッチビビアン、お超究極ダインスライブ、めっちゃいろんなとこ行けるね。そうやな、うん、でちょっとね掘り下げます、はい、アベニベーシャ、こちら双葉と、ゼイツ&イノスケだと双葉ちゃんの方が圧倒的にストライクショットの火力が出しやすいです、うん、これね、あの超アンチワープとかもあるから、はいはい、うん、あと停止位置によって弱点を拾えない可能性もあるので、まあどちらかというと双葉ちゃんの方がおすすめかなと、うん、思います。いけるけどって感じ。そうやな、うん、例えば双葉ちゃんは必ずこうやっていく、はあ、ではもうルートが決まってる、はいはいはい、けどこれに関してはそこへ止めやなあかんっていうのがあるから、そういった意味で、アベニベーシャやったらかなり難易度高いなと、はあ、難しいなと。ただそのリスクを背負うだけの火力が出るんやったらまだあれそうだね、うん、例えば弱点露出しました、うん、外しましたっていうってなっちゃうやん、うん、だそんなちょっとあるかもしれんやん、はあ、ちょっとこれはねやってみやんとわからんので、うん、ちょっとやってみたいなとは思っております。そう買うんですね。買いますよ、うん、うん、それは買うやろ。買うよ、知っとるわ何やこのやりたいそしてダインスレイブフ、はあ、こちらはねやばいやばい、うん、はあ、超バランス補正により火力が出しやすいです、うん、で最終は左右どちらかに弱点が出る、うん、あのボス1ボス2は弱点ないんですけど、はいはい、最終は弱点が出るんですよね、うん、でストライクショットを使ってシールドとボスの間に入ればっていうのも弱点が右か左かもう2つしかない、はあ、で中央をジャンってつくから、はいはい、だからちょうど真ん中に止まるから絶対弱点経由する、お、うん、で追撃は弱点を貫通するため高火力が望める。おで適正キャラ唯一のキラー持ちになる上超バランスの補正を入れればやっぱり超バランスが手にした方がいいんじゃんそうなってくるじゃん。だ使い場所やそうやな、うん、ただ今までのやつって、はあ、正直さ、はあ、線形の書はちょっと待った、ああ絶対もったいないって言ってたけど、ああ絶対もったいないって言えやんキャラクターやねん、うん、余ってたらつけましょうっていう感じ。そうやな、ガチャのキャラクターより優先させるかどうかっていうところは正直ちょっとクエスチョンなところあるけど、うん、だからちょっとダインスレイブ風をどうしてもクリアしたいっていう人は、あ俺つけるっていうのも一つ選択肢やと思う。選択肢なんか入ってくると思う。ちょっとついていい、とりあえず、はいはい相性のいいキャラクター、はい、ここなんです。ワクワクの目言ってたのは、はあ、ワープの減速壁でネオ、これアジンです、はあ、はい、重力減速壁ピリカ、これアジンです。あ、そっか。そうだからネオってさ、みんなさ三撃つけてたりとかするじゃん。でピリカもそうじゃん、三撃つけてる人が多いわけじゃん、はい、だからワクワクの身は激しか線形がおすすめかなと。かぶるのもったいないからね。うん、ここに合わせて使うと思うし、はいはい、あのネオピリカはあの多分所持してたらまず優先的に同族回帰3種つけるでしょ。そう、ね、うんうん、そうやって考えるとこいつは一緒に使うのであれば、うん、激襲が線形だけど、まあ多分激襲が一番安定かな、うん、とは思います、はいはい、じゃあまとめです、はい、
注目すべき点はカウンターキラーの乗る友情の調教乱気だ、うん、これも普通にやばいですからね、うん、あの超バランス型にすればさらに補正が入ると、うん、でストライクショットはターン数が軽いためかちょっと控えめな感じで中央に向かって追撃なので停止位置に左右されてしまう、うん、ダインスレイブ風は超バランスにすれば活躍がかなり見込めると思っております、うん、そしてこちらね、はい、ちょっとね視聴者さんから情報をいただきました。あの自分はこうしてますよという情報です、はいはい、だから皆さんにもちょっと伝えてほしいなと言ったことだったんですが、うん、運極扱い期間中に守護獣で使用していると情報をいただきました。豪絶キャラの適正運極が少ない人が購入した時はこの機会にゴリゴリ周回しておくといいですよと、うんうん、いった情報でございました。守護獣周回がおすすめと。はい、はあ、やっぱ結構優秀なキャラクターだから、うん、確かに守護獣とかいいなと思った、うんうんうん、めんどくさいしな。そうね、うん、かけらまだ集まってないって人はいいね。そうそうそう、うん、さあ本題いきましょう、はい、買うべきか、うん、ダインスレイブ風の、目的やコラボ期間中に運枠としてゴリゴリ周回で使用するというね、うん、目的であれば購入をおすすめします、うん、まあ普通に結構980円の割にはめちゃくちゃいいキャラクターよ。今までのキャラのこと考えたら結構いいような気がするけどな。同じ980円シリーズ、そうやな。もうダインスレイブ風1点っていうところも正直あるけど、あでもちょっと使ってみたいよね、うんうん、ただそう、俺これさみんなどう思うかな。俺ちょっとずっと思ってんねんけど、うん、スターターパックやん。まあそうね、うんうん、だったら線形解放した状態で渡しちゃダメなのってすごい思う。あーそうだな、なかなか始めたての人線形の書を手に入れるのって難しいもんね。そうそうそう、余っとるわけないやん。そうな、で勝ってそこに線形の書をつけるっていうのは別に線でいいと思うんやけど、勝ったやつは線形解放されてる状態で渡すっていうのはあちょっと考えてほしいなと思う。確かにね、うん、ちょっとそれを運営さんに届かんかなこれ投げかけてみた俺すごい思うよこれ、ずっと思ってたんやけどさ実は。あそうでバランス型が出たもんで余計思った今回。そうね、うん、確かに。例えばダインスレイブ風やりたいなやってみたいなってなりました、うん、線形の少女余ってますか。やっぱ貴重だからね、なかなかもったいない精神の方が勝っちゃうわ私。そうやろ、うん、いや普通パンと使えないよ。余っとったとしてもやっぱりうんってなっちゃう。うん、俺もだって30枚以上持ってるけど、うん、あーってなるもん正直、うん、だからこれはねほんと線形解放した状態で渡してあげるのが一番じゃないかなって思う。そうだな、そうするとさ長く遊べるやんこのキャラクターで、うん、確かにね、うん、みんなさなんで買うかったら結構そのコラボのが好きで、うん、このキャラクターが好きでだからねどうせやったら使いたいよね長く、うん遊びたい、そのキャラクターで遊びたいっていうのがあると思うしさ、うん、好きなキャラクターで遊べるっていうのはもうその魅力の一つやから、うん、ちょっと俺そこをなんとかしてもらえんかなと思っております。皆さんのね意見も聞いてみたいので、うん、皆さんどう思いますか。よければ、コメント欄の方によろしくお願いします。お待ちしております。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。それで皆さんせーのいい目見れよ。ありがとうございました。ありがとうございます。いやはい、まとめみたいなこと言ってしまったからネタつきちょっと喋ることなくなった。 おまけですよ。おまけこう期待されてますからね。 おまけ出しますか。結構おまけ楽しみにしてくれてる人いますからね、ありがたいことに。まあめちゃめちゃ嬉しい、ね、めちゃめちゃ嬉しい。こんなおまけですけどたださっき喋っちゃってネタなくなっちゃったよこれもおまけやな。あそうやな、うん、これリアルな話。おまけのおまけや、うん、結構おまけもプレッシャーかかるんですよ面白く出らなあかんとかね。結構取り直したりすることあるからねおまけでねそれは言うな笑っちゃった赤今の思わなかったっすよそう実はあります